さんこんばんは、もう1ヶ月ぶりっていうのがねあっという間すぎて、そしてたくさんのいろんな反応を毎月いただいていてとても嬉しく思います。トワイロタイムキャスターの富田純子です。この番組ではトワイロというふうに私が名付けたいろんな輝きをずっと保って、そしてまた人に分け与え、いろいろと発信をされている方を招きして、そして番組の中でそのコツとか秘訣とかまた楽しさを聞いていく、そんな50分間です。でもね、いつもね早すぎてあっという間に終わってしまうんですけど、どれぐらいねいつも慌ててるかというと、今日も車の中で眉毛を描いたんでちょっとバランスが悪かったらごめんなさいねっていうね、普通こう見える番組ってさバッチリメイクしてとか来るでしょ。もう今日髪の毛縛るだけでも大変だったんですが、今日は2人生ゲストをお迎えして、それからですね今生ゲストがヘックションって言いました。めちゃくちゃ面白いすごい聞こえました、はい、というねチャーミングなゲストもこの後お招きします。ということで今日はメニューがいっぱいあるので先にメニュー紹介いたしましょうかね。今日のメニューです。生中継レジェンドポップスターの伊藤銀次さんが登場します。イエーイ。私と同じ世代の人はもうわかると思う。銀次さんね、佐野元春さんと一緒にこうツアー回ってた笑っていいとものオープニングテーマの曲を作曲された人、あの曲もとかね、あとナイアガラのトライアングルとか、もういろんなところで伊藤銀次という名前、私の中ではもう中学生の時にあったなんていうんだろう、アメリカの世界観を教えてくれた人で、もう絶対的なポップスターなんですけど、今日ねもう待機してくださってるので今自分が何を言ってるかよく分かりませんすいません銀次さん。そして、4月20日のひとしずくフェス、これ先月もご紹介しましたが能登半島復興支援のフェスを行います。主催のまかしずくさんをお迎えします。それからその中で出演する前を向いて歩き出すミセスオブザイヤーのおじとしてご出演いただきます。今日は国語元子さんに来ていただいております。それからですねもういっぱいあるので、後々にしましょう、はい、ざっくりいきましたね。ではそんなこんなの私昨今なんですけど、週末ありがとうございました。覚王山春祭お越しいただいた方たくさん本当に嬉しかったです。もう来場者多分で2万は超えるんじゃないかな。ステージ前も200人ぐらいはいらっしゃるような感じ で私は1日目は恒例になりますが司会で1日中皆さんのご案内をしてたんですが、2日目はご予告してた通りロックンロールで歌わせていただきました。ということで応援いただいたのでちょっとその模様をちょっと恥ずかしいけど見てください、どうぞ歌わせていただきました、はい。踊っていただきました。なんかオールディーズってねみんなで踊れて楽しいですね。私別に歌ずっとやってたわけじゃなくて去年始めたばっかりなんですけどね、人生どこからでもスタートできるということで、まさにトワイロタイム、私のトワイロは今歌って踊ること、皆さんとロックンロールをすることです、はい。そんなこんなの中なんですが、私が出会ったいろんなこのエリアで音楽をやってらっしゃる方があるんですけれども、その方のご縁でこちらのご提供をいただいています。では提供のご紹介をさせてください。60歳俺は駆け抜ける、この番組は NMN あやの提供でお送りします。モデルは田中義則さん、イエイ、かっこいいです、はい。それでは今日のゲストをお呼びしていきましょう。まずはお一方目です。最初にご紹介しましたひとしずくフェスの発起人でいらっしゃいますまかしずくさんです。どうぞこちらにお願いします。イエーイ。じゃあしずくちゃん真ん中座ろうか、はいね、
しずくちゃんこんにちは。今日来るの大変だったって。はい、大変でした。どうしたの？楽しいストーリーがありまして。楽しいストーリーが、はい、こう1時間ぐらいあるそうなんで詳しくはインスタグラムで、なんかね、タクシーで違う夢の国に行っちゃったんだよ、はい、そうですそうです。ね、一方通行気をつけください。大須付近気をつけてくださいね、はい、ってことね。で、しずくちゃんがやるそのひとしずくフェスっていうので、はい、まあ、音楽とかダンスとかね、まあ、そういうものはいろんなことでね、はい、やってらっしゃるけど、はい、私たちのこのひとしずくフェスはちょっと変わったこともやりたい、ね、そうですね、はい、で今回はその中で前を向いて一歩歩き出すというのを象徴的にやっていただこうということで、ウォーキングのパフォーマンスをしていただきます。はい、ミセスオブザイヤーの、もう準備してください、立っていただいて、ミセスオブザイヤーのね、まあ、なんていうのかな、 OBOG って言ったらいいのかな、うんうん、経験者で、ね、ファイナリストというのを経験されました国保もとこさんです。どうぞお願いします。こんにちは。こんにちは。座って座って。いや、ありがとうございます。もとこさん、この前ちょっとアズーリ出てたよね。はい、はい、うん、出させていただきました、ね、じゃあもうちょっとなんか帰ってきたホームだ。そうですね、ちょっとほっとします。ほっとします。まあこのメンバーなので楽しくやっていけたらいいなと思います。はい、はい、ということで、最初の話題がこのひとしずくフェスということでお届けしていきたいんですが、はい、じゃあまずはこの感じ、はい、どんなフェスなのか教えてください。はい、ひとしずくフェスはですね、通常の音楽のライブとは違いまして、まず出演者皆さんそれぞれがこのチャリティーということに賛同しているということがまず大きな違いですね、うん、はい、そして音楽のライブだけではなくて、先ほどもね、ご紹介いただきましたように、うん、前を向いてね、勇気ある一歩を踏み出すようなパフォーマンスですとか、実際に能登半島でボランティアを活動された方から、現地での様子とかをね、お話しいただいて学べるような内容となっております。うん、やっぱり感じて、それでまた参加料とかがね、はい、ちょっとチャリティーになっているということですよね。そうですね、はい、でも元子さんね、そのお話がその、まあ、コンテストの事務所局からいただいた時に、もうすごく早くやりましょうかって言っていただいたんですけど、どうでしたの聞いて、そのどんなことやるのかなって思ったんですけど、うん、本当にそういう地震のこととかも、どうやって、うん、支援したら、どうやって頑張ってって言ったらいいのかっていうのも思ってたので、こういう機会をいただけるっていうのはすごく、うん、少しでも力になれるんだったら、うん、とてもいい機会ですので、うん、とても感謝しています。ありがとうございます。私がたまたまね、もとこさんが出てらっしゃるそのミセスオブザイヤー、ミスターオブザイヤーのスピーチの先生をさせていただいてるんですけど、はい、やっぱりその人のこう輪を広げたりとか、うん、人を輝かせたいってスピーチすると多いじゃないですかね。はい、だけどその実際にやる場っていうと、うん、そんなにたくさんないよね。そうですね、うん、スピーチは2回ですね、うんうんうん、あ、スピーチじゃないよ、話が聞いてた。うん、違う、自分がこう美しく輝いたりして、はい、周りを元気にする何か機会ってなかなかないでしょ。ないですね、ないですね。なので今回は今ね、ちょっと天然吐いてて、さっきヘックションって言ったこと面白い、ね、でも美女のカテゴリーがこうなんかこうリニューアルされた感じ。別にすごく人間味あっていいと思う、ね、うん、ほらすごいスタッフからこう拍手喝采で2人すごい拍手してるよ、はい、でそういうことで、まあ、そのもとこさんも出場していただくんですけれども、どんな出演者の方がいらっしゃるかちょっと見ていきましょうかね、はいはい、ポスターの中でこんな、じゃあ私たちワイプちょっと消していただくと、はい、こんな感じですね。ちょっと、はい、じゃあ一覧でお願いします。はい、うん、ですね、まずはハーさんこと川原達夫さんですね、はいはい、うん、そしてハーさん&アミちゃんで今回は出場していただきます、はい、そしてはい、オカリナ奏者の、原田幸子さんが、フューネという名前でユニットで今回参加いただけます、うん、はい、そして、ランウェイを、ね、歩いていただきます、こちらは MOTY、はい、ミセスオブザイヤーの略でございます、はい、書くとだってめちゃくちゃ文字がちっちゃくなっちゃうでしょ、うん、はい、こちらの方たちと、そして、我らが純子さんいる、オールドジンジャーさん、はい、さっきと同じ曲歌いますからね楽しみにしてます。はい、いやいや、はい、そしてですね、岐阜県で、フリースクールフラットというのを、経営しています、代表の方加藤隆さん、こちらの方に現地のねボランティアの様子を聞かせていただきます、うん、そして、私が今回は、バンドスタイルで、はい、
出演させていただこうと思っています、うん、いろんなねバラエティ豊かな出演者の方々なんですが、はい、まずちょっとね写真大きいのも見ていこうかなと思います。ハサアミちゃんちょっと見れるかな。もうでもおなじみね、はい、お会いしたことあるもとこさん。私わからないです。あ、そっか、うん、私の世代のねもうラジオスターであり、はい、テレビももう本当にあの土曜日に学校から帰ってくるとお兄さん出てるっていうで現役なんだよ今も。で、ね、ライブもバリバリやられてて、今度もうすぐお誕生日なんだけれど、お誕生日ライブもねもうソールドアウトだってすごいですよね、うん、もう演奏して歌ってでオリジナルの曲もあるっていうね、うん、ハーさんと、そしてあのアミちゃんが今回ユニットで来ていただく、はい、なんか西三河のあのフォークの大きいイベントの後に、はい、ね当日そうなんですよ。西三河の方からイベント終わって駆けつけていただけるということで、うん、もう本当にありがたいですね。プロの方のご協力もいただいてありがたいね、はい、じゃあ続いてがはいフューネさん。はい、フューネさんですね。優しい感じ。はい、え、はい、どこで会ったの？あ、私ね、うん、最初に会ったのいつかな。何度かのライブでご一緒させていただいていて、うん、はい、あのオカリナ4オクターブの音域を持つオカリナを、うん、はい、演奏されるということで、もう本当にオカリナの概念がちょっと覆ります、ね、うん、はい。もとこさん、オカリナって演奏は聞いたこと？あ、聞いたことはあります。うんうん、生演奏で4オクターブって言うとね。すごいですよね。うん、考えられないぐらい。なんかこう環境音楽的なところで聞いたことはあるけど、なかなかねオカリナをコンサートでってね、うん、そうですね、今回はあのピアニストの方と一緒に、うん、はい、ユニットという形で演奏していただけるということです、はい、じゃあ続いてがこちらの方です、はい、ちょっと小さくです加藤さん、はい、加藤隆さん、こちらがですね、うん、岐阜県にあるフリースクール、うん、フラットというところですね、こちらの代表をされています、うん、加藤隆さんですね、うん、はい、でこの方の奥様のご実家が、石川県の羽咋市というところでして、こちらをですね、4つの NPO 法人から成り立つ、チームジャパンという、うん、あのボランティア活動をされている団体がありまして、そこの活動拠点になって、はい、今回の今もなお、毎日、ね、あのボランティア活動をされていて、うん、はい、いやそういうことしたいなと思っても、うん、ね、なかなかね、いけない。例えば仕事もあったりとかね、で伝えたいと思っても、うん、体感してないから伝えることが、だから聞くことって大事だよね、はい、もう直接現地の様子をね、うん、あのお話しいただけるので、うん、はい、貴重なね時間になるかなと思ってます、ね、はい、でもとこさん、やっぱりそういう体験した人の話聞くって、はい、例えばあの若い世代に伝えたりとか、はい、していけたら ね、いいですよね、うん、あの学校でもやっぱりそうやってあの生の声を聞いたことを伝えていけたらいいなって思います。私たち先生なのよそれぞれちょっと違うけどね、うん、はい、ということで加藤さんでした。そして、はい、あ、まあ、これもういいですねお腹いっぱいになる、だんだんもう大事なことなんで3度言いますみたいになっちゃいますけど、私がボーカル務めております、はい、ツインボーカルなんですけど、あきらくんと私が、ボーカルしてますオールドジンジャーというロックンロールバンドです。楽しくね、はい、オープニングをさせていただくの で、ね、まず楽しんでいただきたいと思います、はい、会場を温めていただければと思います、はい、もう暑くて脱いでくださいということで、はい、ここまで来て、はい、でもとこさん、はい、そのミセスオブザイヤーに前を向いて歩き出す勇気パフォーマンス、うん、ランウェイというのをやっていただきます、はい、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ミセスオブザイヤーってどんな大会なのちょっと教えてください。あーって言ったな、はい、本当にあの、うん、ボーダレスで、うん、エイジレスでっていうのなんですけど、うん、あの自分もなかなかあの、そういう新しいことにチャレンジするって勇気がいるんですけど、うん、でも、うん、とそのチャレンジしたことでしか見えない景色っていうものがあったっていうふうに思っているし、うん、あの年齢が来たからって諦めたりしないで何にでもチャレンジできるようにしたいなっていう思いを持てるようなすごいあの力が湧く大会だと思っています。だからなんか表面的な綺麗さを競うとかじゃなくて、はい、その自分軸を持っている女性、そうですね、で私は、まあ、スピーチの先生なんですけど、自分のストーリーをまず心で整理してね、うん、であの人前に出た時に、あ、私ここにいるって
って思いませんでした、初めて出た時思いました、ね、で愛知大会っていうのが今年もありまして、9月に今ね、その9月にある大会のためにエントリーも募集してるので、はい、なんか人生を変わるような体験私と一緒にしませんかすごい、なんかなんとかに入らないかみたいになってますけど就職活動的、いやいやいや本当にあのいろいろ自分を育てるようなビューティーキャンプとかもあってね、本当に、うん、ね、もとこさんどう変わった自分の中で。いや変わりましたね、いろんなものが具体的になりました、うん、今なんかワントーン、うん、今ねあの落ち着いてからそうですねって品よく言ってたんですけど、あと花粉症もうシャルクショみたいでしょうがない、ね、いいよ大丈夫だよ私もそうだけど、だけど急にそうですってすごい目力あったでしょ、じゃあちょっとそのもとこさんの写真を見てみましょうか、どうぞ、はい見てください、はい、どうこれです、随分違いますね、もとこ黒馬王これはどこの大会の、これは日本大会です、日本大会だから東京に行って、はい、愛知県からの代表で、はい、でこの時にあのご褒美いただいたんですよね、ちょっと教えてください、ベストパフォーマンス賞っていうのをいただいて、全国から300人から来てすごい量ですね、あの6000人の頂点です ね、うん、ね、だからその中でご褒美をいただけるっていうのは本当に名誉なことで、うん、どうだったその呼ばれた時、いやもう何の賞かもわからないぐらい興奮してな何か呼ばれたけど私何をいただいたんだろうっていう感じだったんですけど、本当に周りの知らない人たちなんですけど、うん、もうみんながおめでとうって言ってくれて、うん、もうあの感激ってっていうか、うん、あの自信がそれで持てました、うん、あ人生の中であんなにたくさんに祝福されて全部のスポットライトも大ビジョンも自分ってある、そうなんです、もう、うん、ね、あの舞台に立つだけでもすごかったんですけど、うんうん、もうそこで賞をいただいたのは本当にもうよかった、生きててって思うぐらいです、ね、そうやってもう体験をされた国保さん、はい、いや元からそういうね華やかなで、うん、じゃあ国保さんの日常ちょっと見てみましょう、はい、お願いしましょう、はい、はい、山が好きな健康的なお姉さんですね、はい、そうなんです、山登り大好き、山登り大好き、はい、スパッツ履いちゃいますね、はい、はい、スパッツ履いちゃう、はい、でこれちょっとさっきのと比べてみましょう、はいどうぞ、はいどう、はい、こうなりますこれすごくないですか、ビフォーアフター全然違いますね、でも例えば、はい、あのドレスね、まあ、あのいろんなのお召しになる方もあるけど、私思うけど記憶の中でもとこさんずっとこの赤いドレス、すいません、いやすいませんじゃないよ、逆に潔い、うん、もうこのドレス見たらもとこさんのイメージ、だからこう大会とかってなんかお金がすごく余裕がないととかじゃなくて、うん、お気に入りのドレスでね、うん、あの自分を表現したんだもんね、はい、はい、全部これですね、はい、だからそうやってされた方が、まあ、そのベストパフォーマンス心に響いたってことで選ばれた、はい、あのせっかくなので、もう一回、世界大会のポスターというのがありますので、こちらも見ていきましょうかね、その、もとこさんこの度世界大会というのが日本で開催されるんですけど、はい、愛知から世界へ行きますよ、ちょっとご紹介ください、はい、何日ですか、6月29日が本番になりますが、うん、あの4日間かけて大会がね行われます、うんうん、あの学校も休んで頑張って行ってきたいと思っています、頑張りますね、お仕事もね都合つけてね、で6月29日土曜日は一般の方も応援に行けるのかな、はいはい、そうなんです、うん、じゃあ呼びかけてお願いを、はい、うん、たくさんあの応援していただけると、うん、力になります、あの日本大会の時も本当に愛知の人たちが大きい声出して本当に応援してくれたことですごく心が躍って力が湧いたので、うん、ぜひあの世界大会に来てあの元子を応援してくださると嬉しいです、ね、よろしくお願いします、愛知から3人の方が行かれるんですけど、はい、そのうちの一人が国保元子さんということで、あのまたねいろいろミセスオブザイヤーのページ愛知のページを見ていただくとインスタとかにも紹介されているので見ていただきたく思います、もう一回じゃあ元子さんのその日常を見てみましょうかはいどうぞ、はいよね、かわいい、このまんちゃん、はい、ご愛犬これいやいやあの本当にこの間ちょっとガマゴリに遊びに行った時にこのままがいました、はい、あそうですすごく可愛かったんですけど ね、なんかこうやって見るとほっとしますよね、はい、あの世界に行くけど私たち一緒なんだね、はい、はい、ということでそんな国保元子さんでございましたが、その元子さんもウォーキングしていただくのがこちらのイベントですということで、ちょっと画像をお願いいたします、ひとしずくフェスですね、じゃあしずくさんもう一回紹介お願いします、はい、はい、うん、ひとしずくフェス、能登半島震災復興チャリティーライブとしてですね、4月20日の土曜日、こちら場所はですね鶴舞にあります
ミュージックバーパーチさんで行います。時間は12時から、会場で、スタートが12時半からとなっております。うん、はい。そしてしずくさんいろんなところで頑張ってらっしゃるんですけど、はい、出会いもありましたので、はい、ぜひそちらの次の映像もご覧いただきましょうかね。はい、はい。こちらは、はい、こちらですね、先日まちぞらフェス、まちぞらマルシェですね、マルシェですね、はい、というイベントでですね、この方川原圭介さんという方と、初めてね、ご挨拶させていただきました。川原さんはですね、石川県、金沢市でしたかね、ご実家がありまして、今回の、ね、震災で被災されてしまって、で愛知で石川県の物産展を開こうとして、うん、はい、でそのクラファンをされてるので、ちょっとクラファンの画面もお願いできますか。そうですね、はい、クラウドファンディングで、ぜひこの売ると、ね、地元に人が来なくなってしまった石川県でっていうのはこの画面です。検索は石川県物産でキャンプファイヤーで弾くとこの画面出てきますので、本当に小さな金額からで構いませんので、これが例えば交通費とか物を輸送する費用になったりとかして、現地で売ることができない物資物産が愛知県とか、このエリアで川原さんたちとかのプロジェクトで売るところでね、販売されるということで、で私たちひとしずくフェスでも販売を一応しようと思っているんですよね。はいはい、そうなんですよね。はい、物産はどんなものがあるかちょっと見てみましょうか。はい、美味しいもの、日持ちもするレトルトのカレーとかジビエのカレーとか加賀レンコンチップとかね、はい、こんなのがあるそうです。レンコンチップこの間買わせていただきました。あ、本当ですか。めちゃくちゃ美味しかったです、ね、だからその現地の生産者の方々に、今の復興は一番大事だけれども、その向こうにある生活につながることを、何かそれ植えていればそこでも生活がね、またつながっていくっていうことで、素敵なプロジェクトなの で、はい、でね、私も実はメンバーなんですよ。はい、石川の再生復興とかプロジェクトとかね、ラボとか弾いていただくと出てくるので、また見ていただきたく思います。で、そんなしずくさんは、はい、みんなに伝えたいからライブを頑張っています。ライバーさんです。はい、17ライブ、はい、そうです。はい、これ、はい、さっきスクショしてきました。スクショだって、マカしずくってこういう風に書くのね。そうです。はい、17ライブ MACA とか言って、マカしずく、ね、どうやっててライブ。はい、私喋ることがとっても苦手でして、歌は歌うんですけども、ね、人にこう自分の思いとか伝えたりっていうことが本当に苦手だったんですけど、ちょっと何かしらこうご縁がありまして、ちょっと今日も見てらっしゃるんじゃない。ライブを見てくださってる方、今日もあるんでしょ。はい、なんかできました。はい、あ、はい、そうですね、今日もお昼に配信をしてきまして、その後ラジオに出ますよということをお伝えして、はい、今日9時からですね、有料会員の方限定の配信をちょっとさせていただこうと思ってます。アーミーの皆さん見てますか。見てますか。この後しずくちゃん返しますからね。なんかテレビ電話みたいなのが来て、ありがとうございました。はい、じゃあちょっと前半のまとめをいたしましょうか。はい、前半のコーナーではひとしずくフェスについてご紹介いたしました。そのイベントですが、鶴舞パーチというお店で行われます。はい、12会場12時半開演で2400円の入場料にちょっとチャリティーも入ってまして、はい、 で、 ね、はい、であと、600円のドリンク代が別途かかるんですけれども、皆様からのお気持ちを大切に使わせていただきたく思います。はい、はい、私も参加しますが、この、QR コード読んでいただくと申し込みフォームに飛ぶことができるのでね、はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで前半のコーナー駆け足でございましたが、もう一度ご紹介しますね。ひとしずくフェスの発起人のまかしずくさん、そしてそのイベントに共感してくださってウォーキングで出ていただきます国母元子さん、元子さんはミセスオブザイヤーの世界大会、今年の大会に出場もされますということで、お二人ありがとうございました。まだこの後も付き合ってくださいね。ではここで一旦お知らせでございます。こんにちは、キャンディーブルーです。ギターボーカルのアキラです。コーラスと愛の手のキャサリンです。この度は中部電力未来タワーイメージソングのアレンジコンテストで私たち優秀賞をいただいて、とっても嬉しいです。ありがとうございます。このイベントで歌わせていただけるということで、アキラ君行きましょうか。ここだけロックンロールしようぜ。ロックンロールしようね。待ってます。ギンティさん、年を重ねてもね、なんか久保さんまた若返りました。なんか若返ってる。
まずは一度厳しく試されてチェックされてみてはいかがでしょうか。楽しみ、これからの私 NMN あや。さて後半コーナーに行くんですけれども、今日はですねいろんな企画がありまして、もとこちゃん、もとこちゃんいますか。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear しずくさん。Happy birthday to you. 今日またしずくさんの本当の誕生日。ゲストの方も、はい、そうありがとうございます。亀とウサギのパンケーキで、はいはい、ハッピーバースデーで、じゃあ封できないのでここに私がブスってさせて、はい、はい、じゃあ、しずくちゃん一言画面に向かって、はい、はい、今年はね飛躍の年にしたいと思ってますので、皆さんぜひぜひこれからもね応援よろしくお願いします。ありがとうございます。もとこさんはオペラをやってらっしゃるので今日お願いして。素敵な歌でした。しかも私はパンしか持ってきてないんですけどね。これぐらいの後でね、後でね、はい、はいはい、ということで今日はまかしずくリアルバースデーでございますが、そのバースデーを私、はい、自分の中で舞い上がるぐらい嬉しいことが今ありまして、この画面の向こうにレジェンドポップスターの伊藤銀次さんが待ってくださっています。もうみんな早く出してと思ってるみたいなので、はい、お呼びましょう。みんなせーの、銀次さん。切り替わるかな。うわー、本物だ。こんにちは。お元気ですか。元気ですよ。なんかすいません、つまんない話。はい、今度また名古屋に来ていただけるということで、はい、ですよね。はい、5月の10日ですね。はい、5月の10日に来ていただく予定がございます。はい、はい、ぜひ今皆様に久しぶりに銀次さんにお会いになる方もあるかもしれないので、ちょっとご挨拶というか皆さんにお願いできますか。はい、いろいろねコロナとかあったりもして名古屋の方にも随分行ってませんけども、こうやって私元気に今日も桜の下でただのバックですけどね、うん、今度、5月の10日の金曜日に、歌いに行くんですけども、昨年まではその結構バンドと一緒にね、3人でやってたんですけど、今回はさらにもっと名古屋の皆さんと仲良くなりたいなということで、僕歌以外にトークが面白いとかっていう人が多くて、でトークを長くすると時間が押しちゃって皆さんにご迷惑をかけてるので、今回はですねお話を結構皆さんとしたいと思ってます。だから質問とかもしあったら当日でも、ね、質問を書いていただいて、それでみんなに答えながら歌を歌うような、ライブをしたいと思います。山崎君みたいにねいきなりおしゃべりが多くなると皆さんなんかおかしいなと思われるから、今回はですねしっかりとお話をしておきます。タイトルもですね、伊藤銀次のウキウキ名古屋かトーク&ライブスペシャルと題してお届けします。割とコンパクトな小屋なので皆さんと近い距離で楽しくお話ししたらできると思いますので、ぜひこのアルマジロってところですね、はい、地下鉄山線の、今日ここにスタジオにいます、はい、シンガーソングライターのまかしずくさん、はい、しずくさんどんなとこアルマジロさん。そうですね、ちょっとねノスタルジックな、ノスタルジックな会場だと、ちょっと西部のような感じといいますかね、ノスタルジックな、ちょっとノスタルジックレトロな感じ、そんなことがあるまじも。ナイスナイス、すごい雰囲気があるところで、はい、ちょっとウエスタンのようなウエスタンな感じで、はい、感じもありますね。それは楽しみだ、うんうん、はい、ねえ、うん、そこでどんな風になるか、いや近い感じだと思うんですけど、はい、多分すごいオーディエンスと近い感じになると思うんですけど、うん、そうですね、うん、だからまあいつもの定例のライブというよりはもっとファンクラブの集いに近いような、あ、うん、嬉しいですね、はいはいはい、さらにもっと距離近くみんなとこうなんかこう親睦したいなっていう、今回はそういうライブの意図です。あ、そうですか、今、はい、たくさんの方がフェイスブックライブでも見ていただいた加藤ひとみさん、あ、河原圭介さん、あ、達さん、大島みゆきさん、あ、みんなが呼んでくれてる、すごいありがとうございます。
あと貝沼さんとかいろんな方が見てくださっています。あ、律子さん、野村律子さんね、いろんな方が見ていただいててありがとうございます。ありがとうございます。あ、銀次さん、メッセージも来ておりますので読ませてください、はい。関西生まれ育ちの私、10代の頃からお名前はよく存じ上げております。天王寺の春一番コンサートは現地で参加をいたしました。国立の池田附属高校って大阪では超有名進学高校を卒業されたのにヒッピーをされていらっしゃったはず70代の私の憧れの人でございますといただきましただそうです。暴かれました、ね、そうなんですね、うん、でも本当に2人に興奮して話したんだけど、私が中学生の時にその銀次さんがカラーレコードレコードって黒だったじゃないですか。そうでした、カラーレコードですね。ね、もう頭をぶたれたのになんてかっこいいのみたいな。ありがとうございます、うん、あれはなんかこう戦略というかあったんですか。ベイビーブルーってアルバム出すときに、はい、やっぱりそのブルーだから、うん、あ、レコード版がブルーだったら綺麗なんじゃないのって決めたらすごい評判良くて、うん、やっぱ2枚目もやっぱり黒に戻すわけにいかないやつなので、もうそれから毎回色を変えていくようになったんです。うん、あ、そうなんですね。あの時放送局ではすごい評判悪かったんですよ。なんでですか。ブルーだと裏が見えないんだけど、うんうん、黄色だったりすると、うん、後ろの裏側の曲のあれがあるの、あの曲の切れ目が見えるので。見えますね。針で、昔は針ですからね。針をどれが溝かわからないっていうので放送局の人たちみんな困ったみたいな。そうなんですね、はい、いや、しずくちゃんとかも世代がちょっと違うんだけど、はい、思い出があるんだよね。そうですね、私10歳上の兄がおりまして、はい、兄が佐野元春さんとか、とにかくいろんなね、アーティストさんが好きで、はい、銀次さんのお名前も兄から聞いていたなと思って。そうですか、はい、うん、なあ、なんかだからそのどこかで聞いていたサウンドがいっぱいある それを目の前で名古屋で、いや、もう楽しみだな、感激です。私本当にございます。ありがとうございます。でもこうやってね、どんどん若い人たちも歌を歌うようになってきて、はい、音楽ってやっぱすごいですね、はい、こうやってどんどん広がっていくっていうのもね、うん、もうね、もどこちゃん、まだまだ負けませんからね、若い人、もうね、銀次さんが君とか言うとさ、ときめくの分かる。中二に戻っちゃうの私。だからこうなんか歌の中でなんかなんとかだぜっていうのは佐野元春さんのね、はい、よく歌の中でだぜとか言うと、私たち名古屋人なので、名古屋人はなんとかだがねなんですよ、はい、だから男の人がだぜとか絶対言わないんです。だからうわ、東京の人だ、ニューヨークだって思ったのが佐野さんのだぜで、で君とかなんかこう恋のキュンってするのはもう、はい、銀次さん、名古屋では君と言わないんですね。お宮ですか。お宮の名古屋で。あんた、あんた、あんたって言いますね。あんたなんとか出せ。だがね。だがね。です。何の談義をしてんだ。どうしよう、レジェンドと。これきっとファンの人、名古屋結構ファンの今、Facebook グループができていて、きっと何をインタビューしてるんだ、どこまででしょう。すいません。はい。せっかくの時間ですので、銀次さんから名古屋のファンの方、はい、それから銀次さん、今も活動してるのってしばらくね、ご無沙汰だった方にぜひメッセージお願いします。ありがとうございます、うん、皆さん、ね、僕はもうとっくに辞めちゃったかと思っている方もいらっしゃると思います。ウルフズのプロデュースとかやった時は一切歌とか歌わないでライブもやってなかったんですけども、うん、何年か前からまた歌い始めております。でおかげで体もね、走っておりますし、うん、体も元気なのでまだまだ歌っていこうと思ってます。だから、銀次まだ歌ってんだって思ってる方はですね、ぜひ5月10日の金曜日、うん、アルマジルまでおいでください。いっぱいいい歌を歌いますよ。それと、うん、大滝さんも歌いますから、うん、なるファンの方もね、来てくださいね。はい、ね、もうどれくらいすごいかってね。銀次さんはオールスタンディングでスタンドアローンっていうね、ライブの時も立って演奏して、もう私が胸と決めた透き通る声で歌ってくれてるのに、自分の腰が痛くなってくる。いやー、なるほど。ライブがすごいたっぷりあるから、だからそれぐらい歌ってくださるんだよ。うん、すごい。今日いるこちらにいる小久保素子さんは、今度世界大会のミセス・オブ・ザ・イヤーという大会に一人の普通の女性として、はい、まあ、自分に挑戦されるんですけど、オペラを歌って
そうですね、オペラを歌ってるんですよ。オペラとかカンソーネもやっています、うん、で真ん中にいるまかしずくさんはもうずっとオリジナルを歌ってたんです。この2年ちょっと体調の不良もあってね、はい、全く歌ってなかったところに突然ね、ミラクルで元気になったんだよね、うん、そうですね、うんうんうん、あ、よかったよかった、うん、ありがとうございます。だから私長くやってるとね、うん、いろんななんかいい時もあれば、うんうん、でもあんまりこう気にせずに前向いて歩いてれば、うんうん、必ずなんかいい具合になってくるの で、 そうです、ね、うん、あ、なんか先輩方吹かしちゃったな、こと言っていただけてありがとうございます、ね、なんか銀次さんのライブは行ってその歌の中で幸せになるだけじゃなくて、うん、なんかね、あ、今日持って帰れる言葉いただいたなって私思うの、うん、なので楽しみです。もう一回大事なことなので言っときましょう、はい、5月10日ですね、もう一回画面出していただいてしっかり、うん、5月10日アルマジロでございます。名古屋に銀次さん来てくれます。はい、こんな感じです。6時半オープンで7時半からスタートです。4500円、今まだ予約ができますのでぜひということですね。これ何で検索したりしたらいいですかね。銀次さんで検索すればいいですかね。ですね、うん、あ、そうか、あ、じゃあ僕ホームページの方に上げておきますので、はい、サンデー銀次というサンデー銀次ブログに上げておきます、はいはい、じゃあ銀次さんのブログを見ていただくとそこに名古屋の申し込み法、ウキウキ名古屋だよ、ウキウキ名古屋名古屋か、はい、トーク&ライブスペシャルですので、はい、本当にねこうやってねみんなでクリスマスの時に買った鈴もらったので、それ大事にライブで歌う時にこれは伊藤銀次さんの鈴ですって言ってどうもクリスマス感出るんですけどロックンロール歌う時にこれは伊藤銀次さんの鈴ですって言って歌ってますありがとうございます、はい、なんかもう本当に名残惜しいんですけど、うん、せっかくこう配信ね見てくださって今ね多分こう Facebook の方にもいっぱいメッセージが来てるんですけど都合上見れないんですよどんどん送られて後でまた送りますね、はい、じゃあものすごく最後の最後この配信を見ていただいた方に銀次さんから直接お言葉をお願いします。うん、どうもありがとうございました。銀次は嬉しいとかや。どうしよう。嬉しいガヤかな。ありがとうございます。銀次さんでも5月までまたしばらく時間あるし、あれですけど、あ、ツイッターが来た。はい、はい、X じゃね。はい、ちょっと今コメントが入りましたので、何々、はい、銀次さん。黒沢さんだ。黒沢5月10日参戦いたします。またうちわと缶バッジを持参しますって。黒沢さん見てますか？大阪から来てる。そうそうそう、もう銀次さんのいろんなうちわをみんなに配ってくれるんですよ。すごいね。メンバーの顔とかも描いてる、似てるんですよ、うん、上手なの。黒沢さんすごい、この前も親切にしていただいて、だから銀次さんのファンの人ってみんな仲良しですよね。そうですね、うん、昔佐野ダルがここに集まったみんな、ね、悪いやつはいないぜって言って悪いやついないぜそういう感じ。ファンの方もみんないい子たち で、うんうんうん、でみんなそこで初めて会ったのに、うん、全国いろんなところで会ったのに、うんうん、みんなすぐ友達になっちゃってて、うん、それはすごく嬉しいですね。なんか、うん、いやそれは銀次さんの歌の世界のおかげだと私は思い、うん、私もそれを胸にあんまり怖くならないように可愛い女のまま生きていきたい怖いんですか？はい、かわいい、かわいいじゃなくて怖いってよく言われるので気をつけてはい、ありがとうございました。銀次さん本当に貴重なお時間ありがとうございました。いやー、名残惜しい、感激なんかね、後から込み上げてくるかも、うん、絶対もとこちゃんの世代でもね、いろんなとこで彼のいろんな曲を聴いてるの ね、 だからその日本のポップのレジェンドでいらっしゃるだけじゃなくて、はい、今も現役だから、すごい、私たち頑張らないと、ね、あ、そうですね、自分にリミットを作らずに。インジさんありがとうございました。すいません、なんかまだここオンラインに行っていただくとすごいときめいちゃうね、はい、ということで今日の番組あっという間でしたが、いかがでしたでしょうか。もう今日は、はい、レジェンドポップスターの伊藤銀次さんに、はい、ご登場いただいて、まだねたくさん多分コメントをいただいているので、うん、読みたいんですけど読めないなんかどんどんどん、ね、これねいっぱい来すぎて、うん、読めないんだよね。とにかくたくさん今見ていただいている、うん、ありがとうございます。見ていただいている方、後でしっかりとコメントを見させていただきます。
あ、純子さんこんばんはって松本さんとかいただいてます、うん、純子さん今日も元気ですねってあの貝沼さん、あの豊原さん、え、純子ちゃん見てますよ、いつもインザスカイかけてくれてありがとうねっていただきました。あ、オープニングテーマの方ですね、うんうん、まあ、ということでいろんな方があのつながれることがね、やっぱりこういう配信とかの生放送のいいとこなんじゃないかなと思います、うん、はい、あ、ちかわさんも見てくれてる、はい、あ、日々の勝彦さん、あのライブの主催もされてね、すごくありがたいです、本当に素敵な方です。それから大島みゆきさん、大島みゆきさんも銀次さんの大ファンの方で、ライブ銀次さんとても楽しみにしてますって書いていただいてます、はい、ね、だからファンの方がこうやってあの新しいメディアでね、うん、あのあそうなんだって思える、だからマスメディアも素晴らしいけど、うん、こういうメディア、うん、面白くない、私すごい楽しくてやってるの、ね、分かります、できないよね、だって、うんうんうん、こう大きいスポンサーいろいろいて、うんうん、なんかこう決まってることがあって結構普通に喋ってるね、はい、ということでもうこんな時間になってしまいましたけれども、今日はですねエンディングにゆっくり時間を取りたいんですけど、はい、はい、銀次さん大丈夫ですか銀次さんがここに、ね、いらっしゃってすごいときめいてしまうけど、すいません、最後まで見ていただいてありがとうございました。トワイロタイムは月に1回第2火曜日の夜7時からということで放送させていただいています。すごく早いんですけど、ちょっとね来月の提供とともに一緒にご覧いただきましょうかね。この番組は NMN あやの提供でお送りしております。終わりあずーり FM のホームページでクリックしていただくと生放送が見られまして、でプラス、ツイッターね、今 X と言いますけど、うん、X ではいつでも番組宛にメッセージを送ることもできます。さらに YouTube では2週間後にアーカイブされますので、4月の20何日、まあ、今日から2週間後ですにはまた YouTube でも見ていただくことができます。次回の放送は5月14日になっております。はい、いやなんかあのすごく走ってきましたけれども、あっという間すぎですね。なんか今ねまだね銀次さんがオンラインにいてくださるので、まだズームつなげる？つなげる？つなげる？出せる？出せる？もったいなさすぎて。あ、銀次さん！なんかこうレジェンドポップスターが私たち見てくれてるっていうのが、本当ですよね、逆な感じ、逆な感じですよね。うん。銀次さんどうでした今日、こうあのズームもねあのちょっと打ち合わせしていただいてありがとうございました。こんな楽しいものだと思わなかった。本当ですかこのメディア楽しいでしょ、なんかなんかすごいびっくりしますよね、本当にこういあのこの同じ時間にこうやって離れたと、うんうん、でそれがこういろいろあの増作しないでアーカイブに残ってまた見ていけるんだけど、 YouTube と違って生ライブ配信だから見てくれる人とのライブ感があってね、うん、なんですよ最後の最後まで出てもらっちゃったり、あの銀次さんすごいわがまま言っていいですか、あのですね今日ここにいるまかしずくさんが作った曲を最後にかけるんです。で私たちすごい思いを込めて、はい、今その能登半島の復興支援のために、はい、名古屋の、まあ、あのアマチュアも含めてミュージシャンがちょっとずつ歌いつないであのミュージックビデオを作ってはいるんですけど、まだ完成してないので、その歌詞を彼女が書き、曲は森田子さんって作曲家の方が書いてるんですけど、あのなんと5分半ぐらいあるんですけどこのスーパーレジェンドが見てるところでどうするか虎の穴じゃないけど見てもらっていいですか。もちろん本当にすごいないよこんなこと、言ってみるもんだね何でも言葉に言ってみるもんだよね。ありがとうございます。じゃあこれ今日エンディングをすごく長く撮ってあるのは、はい、あのじゃあ本当はここでエンディング曲を流して終わりなんだけど、うん、最後にもう一回スタジオに戻ってきたいから、はいはい、もうかけようかな、ね、そうです ね先にあのもとこちゃんの感想も今日どうだった、うん、いや本当にあのあっという間で楽しくて、うん、はい、もとこ応援に来てねっていうのも言っとこう、はいはい、6月はあ、6月29日、うん、あのホテルニューオータニの鶴の間で世界大会が行われますので、うん、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。頑張れ愛知から世界大会に出るところでミセスオブザイヤーの大会、はい、そして、愛知大会今年出たい人は今もエントリーを受け付けています。じゃあ曲紹介しましょうか、はい、あ、銀次さんも聞いてくれてめっちゃ嬉しい、はいはいはい、ありがとうございます、泣いちゃいかんよ目がうるるもう感激しちゃって、うん、はい、はい、キーボーディストの、ね、森田子さんという曲があの曲を作っていただきまして、で私があの歌詞をつけました。であの2人であの、フォレストドロップというグループでね、この曲の発表となります。では聴いてください、青い海の向こうに、はい
泣きながらになっちゃったけどそしてね今放送の都合上ねどうしてもこういう風に、音が共有できなかったけど伊藤銀次さん一緒に見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。番組の方が50分までなのでここまでになります。今日の出演ははい、まかしずくとそして国母もとこでした。はい、そして今日のゲストが銀次さん、ありがとうございました。はい、トワイロタイムまた来月です。皆さんの毎日がいいものでありますように。それではごきげんよう。また来月、ありがとうございました。ありがとうございます。
年づくフェス会おうねー。